ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は2点について質問させていただきます。まず、ヘルプマークの普及について質問をします。障害がありながら、援助や配慮を必要としていることが外見からわからない方がいます。そうした方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を受けやすくなるように作成されたマークがヘルプマークです。災害時などに緊急連絡先や必要な支援内容を周囲に伝えることや、電車、バスの中で優先席に座っていても不審な目で見られることがないようにするため、ヘルプマークを携帯することで、周囲の方に援助や配慮をしていることを知らせることができるようになりました。東京都が標準様式を定めたことを契機に、作成する市区町村は、都内のみならず全国に広がっています。そうした中で、政府は本年3月22日、同カードについたヘルプマークを案内用図記号を規定する国内規格、いわゆる JIS に今年7月から追加する方針を公表しました。安倍首相も国会答弁でヘルプカードマークについて大変意義があると述べ、一層の普及を図る考えを示しています。また、滋賀県においても、ヘルプマークの支援の必要な方に対して、本年4月より配布を行っています。保健所などで申し込みをすれば、無料で提供をされています。この取り組みのきっかけとなったのは、自閉症の子どもがいるお母さんが、私の子どもが一人で社会参加できるようになったとき、災害や事故に遭遇しても、周囲の人が支援の手を差し伸べてくれるような東京を作ってほしいとの願いを聞いたことでした。2012年10月に標準様式を定め、それを活用してカードを作成する都内の市区町村に対する財政支援も決定されました。その結果、東京都によると2017年3月までにヘルプカードを作成する自治体は都内52市区町村に拡大をしていて、少なくとも4県と18都道府県の44市町へ広がっています。そこで健康福祉部理事に質問をします。森山市ではヘルプマークを使用必要とされている方は何人ぐらいおられるのかを質問します。健康福祉部理事、はい、それでは今山崎議員よりご質問いただきましたヘルプマークの普及につきましてお答え申し上げます。今議員ご指摘いただきましたヘルプマークにつきましてですが、こちら、実物でございますけれども、こちらは援助や配慮を必要とすることが外見からはなかなかわからない方、例えば義足や人工関節を使用されている方、あとは内部障害の方や難病の方、または妊娠初期の方など、そういった方々に対して、例えば電車やバスといった公共交通機関を利用される際に席を譲っていただくなどの援助、または駅や商業施設などでお困りの際にお声をかけをいただく、そういった援助や配慮を得られやすくするために、まず東京都の方が平成24年に作成されたものでございます。その上で滋賀県におきましてはですが、昨年4月1日に障害者差別解消法が施行されました。それを受けまして、関西広域連合の場におきまして、こちらヘルプマークを含めた議論が、なされましたことを受けまして、援助、配慮が必要な方に対するが必要であることを示すマークということで、このヘルプマークの全県的な普及啓発に取り組んでいくということとなしております。現在のコンビニエンスストアや大型商業施設、また鉄道会社などに対しまして、県としてはポスター、チラシを配布するなどして周知、啓発の方を行ってございます。また、県の障害福祉課および保健所、並びに県内の各市町におきまして、このヘルプマークを配布している状況でございます。その上で今、議員ご質問いただきました1点目、ヘルプマークを必要とされる方の数でございます。具体的な対象の方としましては、先ほど少し申し上げましたとおり、いわゆる視覚障害や聴覚障害、また肢体不自由といった内部障害をお持ちの方、
そういったまあ身体障害をお持ちの方や難病の方、また妊娠初期の方などが考えられます。本年3月末時点でのおおよその人数となってしまいますけれども、まず身体障害者手帳をお持ちの方の数は市としては2379名、次に市内で難病の方につきましては県がまとめております医療受給者証交付者数の方で把握いたしますと、市内で512人、次に市内の妊娠初期の方でございますけれども、おおむね妊娠1週から12週までの方で273人と把握してございます。これらを合計いたしますと、本市におけましてはおおよそ3164名の方がヘルプマークを必要とされる方であろうと想定してございます。しかしながら、こうした想定しております方に加えまして、その他援助や配慮が必要であるということで、こちらのヘルプマークの方配布をご希望される方に対しましては、幅広く配布の方している状況でございます。以上、答弁させていただきます。12番山崎直樹君、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。森山市ではですね、約3160人の方たちが必要とされるのではないかって、まあ、本当は正確な数字ではないかもしれませんが、まあ、これくらいだろうということなんですけれども、そういった方たちに対して、じゃあ森山市としてはどのくらいの人たちにそのヘルプマークが、提供されているのかっていうのを次に質問します。健康福祉部理事、はい、議長。それでは今、ご質問いただきました森山市として現在ヘルプマークをお持ちになっていらっしゃる方の人数についてでございます。本市におきましては、本年4月から配布を開始してございまして、4月に、20人の方に、5月に23人の方に、これまで合計43人の方に配布をしてございます。なお参考でございますけれども、周辺のこの湖南4市の配布状況についてご説明いたしますと、同じく5月末現在で草津市が37人、栗東市が27人、安市が14人となってございまして、森山市が43人ということで、湖南4市の中では一番配布が進んでいるという状況でございます。以上でございます。12番山崎直樹君。はい、はい、まあ、今、湖南4市ではっていう話なんだけど、実際に3000人に対して40何人というのが多いのか少ないのかというところなんだと思います。で、私は少ないなという気がしたんで、ここのところですね、どういうふうにしてより啓発していって、そのマークをその持ってもらえるか、基本的にはほら、お金がかかるわけでもないんで、審査すれば出しますよということなので、持ってもらって、いろんな人たちにその、援助が必要な人たちには、持ってもらうことが必要ではないかなと思うんですが、それについて普及への取り組みというのは、普及への取り組みということをどういうふうに考えておられるかをお聞きします。健康福祉部理事、はい、以上。お答え申し上げます。今議員ご指摘いただきました通り、今これまで43人に配布してはございますけれども、まだまだ市内としては、まあ、こうしたヘルプマークを必要とされる方が潜在的にいらっしゃると考えてございまして、普及啓発の取り組みというものが重要になってこようと考えてございます。まず普及啓発、まあ、広報という観点でございますけれども、本年広報森山4月15日号におきまして、ヘルプマークの配布方法、配布場所につきまして周知を図ったところでございます。合わせまして、滋賀県の方で作成いたしました、啓発のチラシの方を、本市の障害福祉課および健康福祉政策課、並びにセルバ森山にございます森山立東障害者相談支援センター、通称ミライクでございますけれども、こちらの方で配布をしている状況でございます。また市内の当事者団体の方々、また障害福祉関係者の方々に対して、こちらヘルプマークについての説明を実施いたしますとともに、さらに本市の障害福祉課の窓口におきまして、いわゆる障害者手帳の交付にいらっしゃる際にサービスの案内と合わせまして、こちらヘルプマークの説明についても同時に実施させていただきまして、ヘルプマークの周知啓発を図っているところでございます。
しかしながら、まだまだ潜在的に必要な方、当然いらっしゃると思います。今後も引き続きまして、ヘルプマークの周知を徹底していくことはもちろんでございます。その上で、市広報やホームページ、あとは森山福祉フェアといった市の障害福祉関係のイベントがございますので、そうした場におきまして、ヘルプマークをお持ちの方への援助や配慮の必要性、いわゆるヘルプマークの意義につきましても、しっかり幅広く周知、啓発を図っていきたいと考えてございます。以上、答弁させていただきます。12番、山崎直樹君。はい、本来ならば持ってほしい人に全員にこう知らせてほしいみたいな心もあるんだけど、そこはちょっと無理なところもあるんだろうと思いますので、森山氏としてですね、心のバリアフリーをの社会を作っていこうという観点からですね、より一層、進めていってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあこの関心の質問を終わります。次に、骨髄バンクドナーの支援助成制度について以前に質問しましたが、再度質問します。毎年約6000人の方が白血病や再生不良貧血などの血液難病を発症しておられます。これらの病気の治療法は、患者の骨髄を健康な人から提供された骨髄に置き換える骨髄移植が有効であり、一般の方々の善意による骨髄などの提供を呼びかける骨髄バンク事業は、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づいて実施をされています。骨髄バンクにはドナー登録者数は全国で約47万人、患者との HLA 適合率は9割を超えていますが、そのうち移植に至るのは6割未満になっています。骨髄バンクは、骨髄などの提供に際しての検査や入院などに必要な交通費、医療費などはドナーの負担はなく、また骨髄などの提供に伴う健康障害が万一起こったとしても、日本骨髄バンクによる損害保障保険が適用されるなど、ドナーに対しての負担軽減に関してさまざまな取り組みがなされています。しかし、ドナーの方の通院、入院時における休業保障が現在は行われていず、ドナーの自己負担をお願いしているところが、移植に至らない原因に挙げられています。より多くの命を救うためにも、ドナーの負担を軽減し、より多くの患者の方たちに骨髄などの提供ができるよう制度作りが求められます。そこで健康福祉部理事に質問をします。ドナー登録者数は約47万人、骨髄バンクを介した非血縁者間、骨髄移植等も年間約1200件程度行われています。森山市での骨髄移植希望者、骨髄ドナーの登録者数、移植などの実績などの現状はどうなっているかお聞きします。健康福祉部理事、はい、議長、はい、それでは山崎議員ご質問2点目、骨髄バンクドナー支援制度についてお答え申し上げます。骨髄バンク事業につきましては、今議員からもご説明いただきました通りでございますが、平成26年1月に施行されました、移植に用います造血幹細胞の適切な提供に関する法律に基づく骨髄末梢血幹細胞提供斡旋事業者といたしまして、日本骨髄バンクが主体となり、日本赤十字社および地方自治体の協力のもと実施しているところでございます。また骨髄移植は白血病などの治療に有効な治療法でございますけれども、白血球の方が多数ございますため、患者に適合したいわゆる、骨髄提供者、いわゆるドナーを斡旋するためには、多くのドナー登録が必要となるところでございます。そのため、本市におきましても、県および赤十字血液センターとも連携を図る中、市民の理解、協力が得られるよう取り組んでいるところでございます。その上で、質問の1点目、本市の骨髄移植希望者数、骨髄ドナー登録者数、移植の実績の現状についてでございます。本年3月末現在の数字でございますけれども、骨髄移植を希望される方の数は、県内では16名おられますが、市、町の単位の数字につきましては、やはり個人特定の、観点がございまして、その配慮によりまして、公表がされてございません。また、本市の骨髄ドナー登録の
出演された方の数でございますけれども、こちらは349人、これまでの移植の実績につきましては14件となってございます。以上答弁させていただきます。12番山崎直君、はい、はいはい、ありがとうございます。登録者数が349名ということで、まあ多いのか少ないのかってまた同じような話になってしまって申し訳ないんだけど、多分もっと、ね、たくさんの方たちが協力していただいたら、救える患者さんも増えるかなという観点からですね、森山市としてどういうふうにドナーさん の登録をしてもらえるように推進するかということをですね、再度質問します。健康福祉部理事、はい、議長、はい、お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、やはりドナー登録の方の数を増やすということが大変重要になってまいります。そういった意味でも、今後も骨髄バンクへの登録の推進というものを本心においても進んでいくことを市としても進めていく必要があると考えてございます。その上で骨髄ドナーの登録者の方の数を増加することを目的としまして、本市としてはまず健やかセンターにおきましてパンフレットの設置やポスター掲示による周知を行っております。また毎年10月でございますけれども、骨髄バンク推進月間といたしまして、広報やホームページ、あとは有線放送などを通じまして、骨髄バンクについての普及、啓発を行っているところでございます。また、献血の際でございますけれども、市が骨髄献血の輪を広げる会の骨髄バンク説明員の方の窓口を設置いたしまして、献血を希望される方々に、骨髄バンクについても併せて説明をいたしまして、登録していただけるよう活動を行っているところでございます。昨年度、平成28年度でございますけれども、こちら4回開催いたしまして、計13人の方が新規でご登録をいただいたところでございます。今後もこういうあらゆる機会を通じまして、普及啓発の方を進めていきますとともに、また本市の職員でございますけれども、骨髄提供に必要な検査、また入院、そういった期間につきましては、特別休暇を取得することができるようにしておりますことから、本市の職員に対しても積極的にこの制度の活用について働きかけて、ドナー登録の方を推進してまいりたいというふうに考えてございます。以上、答弁させていただきます。12番、山崎直樹君。はい。いろんな形で推進していただいているということで、なかなか皆さんね、すぐに登録しようという気は難しいところもあるかもしれませんけども、またよろしくお願いいたします。もう一つですね、別の観点からですね、ドナーの支援についてということで、骨髄を行う、提供を行う場合ですね、骨髄採取に3日から5日の入院が必要だ。でその後2日間追試しなければいけないということが言われています。現在それに対する救急保障などの制度がないことから、ドナーの候補者が見つかっても、その人が会社を休むとかできない場合や、子どもの保育や家族の介護のため、家族からの同意が得られないなどにより、4割の方が骨髄移植をキャンセルしていて、移植を待っている患者さんにとっては、大変残念な結果となっています。このようなことがないような支援体制が必要と思いますが、見解をお聞きします。健康福祉部理事。お答え申し上げます。議員仰せのとおり、やはりドナーの候補者となりました方が骨髄等を提供されます場合、まず事前の確認や入院通院によりまして8日程度の日数を要するところでございます。しかしながら、全国的にもドナーの方に対する特別な休暇制度といったものを導入している、いわゆる事業所も含めまして、そういったところは少ない状況でございまして、骨髄バンクの方で把握しております、ドナーの方に対する特別休暇制度といったものを導入しております企業、団体につきましては、現在342社にとどまっている状況でございます。こちらのドナーと含めまして、骨髄の提供というのはもちろん善意に基づくものではございますけれども、よりドナー登録者数を増やしまして、骨髄等を提供していただけるためには、より休みの取得や保障、そういったものが必要であるということは重要な課題であると、本市としても認識をしているところでございます。しかしながら、こうした制度を導入するということについては、各市、町が単独で
取り組みを進めるということはなかなか難しいという現状がございます。事業所等の機運を高めていく、そうした働きかけをできるよう、やはり県はじめ関係者の方と連携を深めて広域的に検討を進めていく必要があると考えてございます。またせっかくドナーの候補者として登録をいただきましても、いわゆる、家庭の環境、家庭の状況等さまざまな理由がございまして、ご家族の同意が得られない、ご家族の理解が得られない、そういったケースもございますので、骨髄バンクの理解、骨髄の提供の理解、その制度の趣旨についてしっかり深まるよう継続的に普及啓発を努めてまいりたいと考えてございます。以上、答弁させていただきます。12番山崎直樹君、はい。先ほど の質問で市単独での取り組みを進めることはなかなか難しいというご答弁だったんですけど、現在新潟県の加茂市や島根県浜田市などでは、など300を超える自治体でドナーに対する助成制度が行われています。例えば京都市なんかですと、ドナーに対して7日を限度として1日2万円の支給をしています。また東京都では1日2万円、ドナーが所属する事業所に1日1万円それぞれ7日を限度に、保証をしています。森山市等で考えたときに、たくさんの方がその提供されるわけではなくて、聞いたところによると、小名市なんかですと年間に1人しかなかって、12万円の予算で、14万ですか、7日だから14万の予算で、この事業をしましたという実績もあるくらいなので、単独で難しいというのはなかなか受け入れられへん話やなというふうに思います。で、森山市でもそういう部分でですね、もっとどんな助成制度の創設を、ね、していくべきだと思いますけども、どうでしょうか。よろしくお願いします。健康福祉部理事、はい、議長。お答え申し上げます。今議員からご説明いただきました通り、県内では昨年10月からございますけれども、県内では湖南市がいわゆるドナーの方への助成制度を導入してございます。先ほど議員からもご説明いただきました通り、これまでの実績としてはお一人の方が利用されまして、いわゆる14万上限14万ということで、いわゆる支給を受けている状況でございます。今先ほど議員からもご説明いただきました通り、全国的にこうした制度を徐々に導入している自治体というのは増えてございまして、31の都道府県、道がありませんので、31都府県の340余りの市町村で導入が進んでいるところでございます。この全体的な傾向でございますけれども、いわゆる市町村への助成制度が進んでいる道府県、いわゆる都府県が主体的に取り組んでおられるところでございありましたら、市町も積極的に補助を行っている、そういった関係性がございます。そうしたこともございまして、先ほどの答弁と少しつながりますけれども、いわゆる助成制度、休業補償についても各市で考えるところもあるとは思いますけれども、やはりまず滋賀県県域としてどのように今後ドナー登録を増やしていくために制度として進めていく必要があるかということを、県とも一体的に連携して検討を進めていく必要があると考えてございますので、今後しっかり県の方にも働きかけをして、検討の方を進めた上で、県内の他の市町の動向とも踏まえながら対応を検討してまいりたいと考えてございます。以上、答弁させていただきます。12番山崎直樹君、はい、はい、ぜひですね、県に対して強い要望をしてもらいたいというふうに思います。患者さんにより良い治療を提供していくためには、何よりも国民の理解が必要です。造血幹細胞移植推進法第10条では、国とともに地方公共団体も理解を深めるために必要な施策を講じるものとなっています。移植を希望されながらも移植までにたどり着けず命を落とされる方も数多くおられます。一人でも多くの人に命を救うため、市民の理解を得る取り組みをしっかりと行っていただきたいと強く要望して、私の質問を終わります。以上です。